車します。お捕まりください。危険ですので、車内の移動はおやめください。毎度、都営バスをご利用いただきまして、ありがとうございます。このバスは、足立区役所前経由、竹の塚駅前行きでございます。次は、千字二丁目、千字二丁目、船田眼科入り口でございます。IC カードへのチャージは、バス車内以外に、駅やコンビニなどでもお取り扱いしております。ご乗車の前に残高を確認の上、事前チャージにご協力をお願いいたします。次は、千字二丁目でございます。発車します。お捕まりください。危険ですので、車内の移動はおやめください。次は、千字四丁目。千字四丁目でございます。学びピア21の階、いつでも、どこでも、誰でも学べる。放送大学、東京足立学習センターへおいでの方は、こちらでお降りください。首、腰の痛み、手足のしびれでお悩みの方、東京脊椎病院へは、五右衛門町のバス停をご利用ください。お客様にお願いいたします。前ドア付近に立ち止まることは、乗務員の安全確認に支障が出ます。おやめください。お客様にお願いいたします。優先席付近では、携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所では、マナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。次は、千住四丁目でございます。発車します。お捕まりください。危険ですので、車内の移動はおやめください。次は、電気車庫前、電気車庫前でございます。各所所定所のコンビニ工具や、電気を利用する便利なマイボーバンクを、お持ちの前から、ぜひご検討ください。
子の詐欺に注意してください。犯人からの突然の電話に動揺しないよう家族の合言葉を決めておきましょう。次は弥生町でございます。次は足立区役所前、足立区役所前でございます。応援の方は機械にお知らせください。お客様にお願いいたします。前扉からの降車はご遠慮いただいております。降車扉付近にお立ちのお客様は大喜利のお客様の妨げにならないよう降車扉付近を取り扉いただきますようお願いします。ご協力をお願いいたします。次は足立区役所前でございます。次、マルマバスが止まるまでこのままお待ちください。ドアが開きます。発車します。我慢ください。危険ですので、車内の移動は我慢ください。次は、小江門町。小江門町でございます。足立消防署からのお知らせです。今、あなたの力が必要です。足立消防団では、災害から我が町を守る消防団員を募集しています。詳しくは足立消防署までお問い合わせください。次は小江門町でございます。発車します。お捕まりください。危険ですので車内の移動はやめください。次は島根町。島根町平野運動場正門前、足立キリスト教会、日曜10時半から礼拝を行っています。詳しくはホームページまで。足立キリスト教会入り口、アスリートゴリラ鍼灸接骨院、針を打てば痛みがゴリッと和らぐ、保険適用、スポーツ障害専門員、運動機能評論家で話題のアスリートゴリラ鍼灸接骨院内でございます。IC カードへのチャージは、バス車内以外に、駅やコンビニなどでもお取り扱いしております。ご乗車の前に残高を確認の上、事前チャージに協力をお願いいたします。次は、島根町でございます。発車します。お捕まりください。危険ですので、車内の移動はやめください。次は平野町。平野町でございます。友愛の里6月へおいでの方はこちらが便利です。次は平野町でございます。次、止まります。バスが止まるまでそのままお待ちください。ドアが開きます。発車します。お構いください。危険ですので、車内の移動はやめください。次は、6月町でございます。生活習慣病のご相談は、日本糖尿病学会専門医のいるヘルスケアクリニック栗山内科へ。こちらでおりください。お客様にお願いいたします。お年寄りや体の不自由な方、小さなお子様連れや妊婦の方に座席をお許しくださいますようご協力をお願いいたします。次、止まります。ドアが開きます。発車します。お構いください。危険ですので車内の移動はやめください。沖縄一丁目、沖縄一丁目、産婦人科、内科、小児科の横川レディースクリニック入り口でございます。竹の塚警察署へおいでの方はこちらが便利です。運転免許の更新を行っています。詳しくは警察署でお尋ねください。発車します。お捕まりください。危険ですので、
車内の移動はおやめください。発車します。お構いください。危険ですので、車内の移動はおやめください。発車します。お構いください。危険ですので、車内の移動はおやめください。次は、公園前。公園前。竹の塚メディカルビル、元気泌尿器科クリニック、戸上内科医長科、鷲沢整形外科、戸田皮膚科クリニック入り口でございます。お客様にお願いいたします。バスの直前直後の横断、駆け込み乗車は危険ですのでおやめください。次は公園前でございます。次、止まります。バスが止まるまで、そのままお待ちください。ドアが開きます。発車します。お構いください。危険ですので、車内の移動はおやめください。毎度都営バスをご利用いただきましてありがとうございました。次は竹の塚駅前、竹の塚駅前、一般診療日帰り白内障手術の山崎眼科クリニック入り口、都営バスでは輸送の安全性向上のため終点停留所において車内点検を実施しています。お客様のご理解とご協力をお願いいたします。どなた様もお忘れ物のございませんようご注意願います。次は竹の塚駅前終点でございます。ご乗車ありがとうございました。竹の塚駅前終点でございます。どなた様もお忘れ物のございませんようご注意願います。